こんにちは、速稼塾の久保です。確かに吉谷さん、バランスって非常に大事なんですよね。肉体的なバランスとか暮らしのバランスとか大事です。でも精神のバランスは均等だとうまく、これはね、突破できないと思うんですよ。やっぱり極端でないといけないのかなと思いますね。成功するっていうのはバランスを壊す活動であって、何かに極端になり、何かにやっぱりこう力を注ぐ、そのエネルギーを落とす活動ですよね。一点集中するってことですから、だからこそ、まあ、一つの方向に向かうんではないかなと思いますよね。やっぱりね、ダイエットするんだったらダイエットのための極端なノウハウがあると思いますし、バランス取りながらやってたら何も変わんないわけですからね。で、受験勉強の時は1年間机に向かって他のことをやめるとかね、そういうのもあると思いますし、大事な会議の直前ではね、やっぱりその会議ばっかりのことを考えてると思いますし、おおよそバランスって人間は壊すことが多いと思うんですよ。でも精神のバランスを極端に一方向に向けようと思うと、やっぱりこう生活のリズムっていうのはより繊細に体が壊れないように注意しなければならないのかなと思いますので、精神と肉体をね、別々に動かすような、そんな力が必要なんじゃないかなと思いますね。確かにね、何か突破しようと思ったら頑丈な体とか環境とか人間関係整えておかないと、いろんなことに足引っ張られて、それが気になって気持ちが一つに向かわないってことがありますから、やっぱ憂いをなるべく排除して消しておくってことを抑えておくってことが必要なんでしょうね。ネットビジネスで私が40歳で始めた時に、店の経営が気になっていたら多分ね、できなかったと思いますよ。20時間ライブも参加できなかったと思います。あの20時間ライブは私ね、店舗の営業しながら参加してましたからね。それは極端ですよね。自分のやるべきことを放り投げて、これからやりたいことをやってたわけですから。安藤桃子さんっていう方もカップラーメンを研究して研究して研究して、そして極端に好きだったんでしょうね。で、毎日カップラーメンを食べても大丈夫なように、他のバランスを整えた肉体は壊れないようにしていったのかなと思います。まあ、ですんでね、一つの言葉を捉えてそれを拡大解釈するんではなくって、実際はどうだったのかなっていうふうに冷静に考えていくと分かってくるんじゃないかな、分かることがあるんじゃないかなと思いましたね。いやー、安藤桃子さんっていうんだ。でもね、毎日カップラーメンもなんか美味しいっていうかね、確かに栄養が足りていたりとかすればそんなに悪いもんではないと思いますよね。どうなんですかね。でもね、私は今日も一風堂食べますよ。で、お昼はなんか北海道フェアがね、天満屋でやってたんで、そこでよカレーの弁当買ってきてね、いい感じの弁当買ってきて食べましたね。美味しかったですね。お腹いっぱいで、夜はまた深夜起きて、深夜2時か3時に一風堂、答えられないですね。体にいいものを取ってればとりあえず体悪くならないのかなと思いますし、その代わり私はね、いわゆるジャンク系、ファスト的系のものは全く取らないですね。なんかあんまりその美味しさを感じなくなりました、味の濃いものとか。で、焼肉も塩コショウちょっとかけるだけとか、タレをつけてなんてちょっとね、もったいなくて食べられないですね。で、野菜もドレッシングをかけないと食べれないような野菜は買わないようにしてるし、ちょっとだから変わってきたかなってところがあります。そういうふうに、バランスか。あ、ちなみにね、車の話で恐縮なんですけども、フェアレディ Z ってやっぱかっこいいですね。私ね、ベンツよりも心はあっちが欲しいなと思います。ベンツはね、なんか万田銀次郎にこだわるとちょっと乗ってみたいんですけども、日々自分が気持ちいいために乗るんだったらフェアレディの赤いやつ、32ですね、 Z の32ってやつ、あれがいいな。スープラもなかなかいいんですけども、まあ、どっちにしても出玉ないですね、思ったより。スープラにしても、なんかフェラディ Z にしても、最近の方以上にバブル時代の方っていうのはないですね。いやー、バランス悪くなってますね。